ームに配置されている。了解。交差員を無力化しつつ前進する。リヴァイ、雷撃輪を使うときは一旦水から出なくて。確か水に浸かった状態で雷撃輪を使う。オーバーヒートしちゃうだろ。雨や足が浸かる程度の水なら問題ないんだけど、水位が高い場所での雷撃輪は要注意だ。敵が多いな。もしエデンの工作によって地下水道が機能しない場合、街に汚水が溢れる。それは伝染病の蔓延にもつながる。エデンのやつら本当に見境のない。ショごめん、少し故郷を思い出して。わその下、水が溜まってる。潜って進んで、オオカにはお風呂の準備しておいてと伝えておくね。助かります。スメラギの無人戦闘機ベイザー六角機か。こんなところで戦うことになったのは想定外だ。人類ならきっと大丈夫だ。この調子で奥に進もう。GV、 何かセブンスの気配を感じる。今のは敵のセブンス。水を操る能力者 GV に特に厄介な相手だね。この程度の水流じゃ汚れは落ちないから、もう少しパワーを上げてやると。横から敵の攻撃か。この水圧まともに食らったら危険だよ。
その先足場が少なくなる。ホバリングで慎重に降りて。何があっても心は波のように穏やかに、いつもそう言ってんだろ。何、俺に任せときな。ゲートモノリス発見、先に行こう。ミラーピース欲しさにホイホイここまで来なすったか。こいつは俺の夢の実現に必要な力だ。 G7 の能力者か。ミラーピースはシアンの力だ。サイバーディーバのためね。小せえ、あんたの戦う理由は海に比べたら小さすぎるぜ。見てな。俺はニムロド。戦う理由はただ一つ。邪魔する奴は俺のリキッドのセブンスで洗い流してやるぜ。何？ほら！エデンズの俺は戦う国を作るんじゃなかったのか。行くぜ。そいつはパンテーラのジョーちゃんだ。俺の夢じゃ。だがな、共通してる部分、他の汚れを減らす。カルバニスパッチ、もう一つ。セブンスを持たない人々のことを、そんな風に。海は広大だが、それを分かっていないバカ。他には多すぎる。だからまず無能力者を排除して他の人間を減らすのだ。お前さんも見ただろ、この地下に流れる大量の汚水を。己
この汚れを垂れ流す人間が出ればそれだけ海の美しさは保たれる。ジョーちゃんの言う能力者だけの世界ってのが出来上がれば俺の海利用環境保全機アクアアバター。自然が大切なのはいかに。おとなしいアームドブルー抜く視界だ。聞こえる。GV お疲れ様。了解、ミッション完了。了解。この反応、その穴落ちても大丈夫みたい。どうも穴と天井がつながってるみたい。せつせ、この通路も左右でつながってるみたい。つながってる先に敵が待ち受けているかもしれない。気をつけて。どうもどうも、テツヨさんです。あ、通信割り込んで残念。施設をこんな風にしたのお前か。そうですけど、わざわざ乗り込んでくるとか気持ちいいオス。なんかわざとだな。じゃあテツヨさんの庭でせいぜいあがいてください。私の偽物。相手がトラウマに感じる姿が見える仕様なんですけど、それ、今どんな気持ち？どんな気持ち？って本当に感じ悪い。
ゲートモノリスだ。破壊して先に進もう。今度は雷撃輪で出現するタイプの足場を確認。足場を確保するには雷撃輪を張り続けなければいけないってことだね。オーバーヒートには気をつけてかな。もう先に言わないで。もしかしてその女に養ってもらってるとか。ヒロモブとオッズテロリストよりホストのが向いてるって言ってGV 耳を貸しちゃダメだよ。分かってるよ。トラップの作動を確認。カッコ撃破して突破するよ。中央の弾が落ちても大丈夫だから落ち着いて対応しよう。了解。みたいな人だったそうですけど、殺したら殺したってマジガチ情報か。
自分挑発に乗っちゃダメだよ。分かっているよ。もうあいつの下に雷撃流して一生喋れないようにしてやろう。私の姿こんな風に利用するのに許せないけど、自分に顔で打ち払われるのにもう気づくかな。最後のゲート戻りまで来てるんですけど、リセオさん出動。あいつはきっとこの奥だよ。わざわざこんなところまでおつおつなんですけど。分断したシアンの魂返してもらおうか。ミラーピースのことっすか。オワコンアイドルの追っかけも大変っすね。つか返せって言われて返すわけないんですけど。テセオさんから力ずくで奪い取ってみろ的な。おいっと、わらわらわら、はあ、おいっと、スーパーテセオさんタイムこの後すぐ釣ってよっ。さっきスメラギの人体実験の映像を動画サイトにアップしたんですけど、再生数の伸びが半端ない。でもバス盛り激アツ。スクラッシュボタン。スメラギシネタンバスができるほどっすよ。特にオッズ悪趣味だ。ほらほら逃げないと。それがどうした。説明しないとわからないのか。マジテイノン。つまりガチ。おとなしアームドブルーアストラスビア。スメラギを攻撃してるテセオさんはヒーローで、その邪魔をしているあんたは世界の敵ってことなんですけど。ああ、ちなみに今バトってるとこもエデン公式チャンネルで生放送中なんでよろ。ガンボルトの公開処刑に世界は大熱狂。インプレグナブルフォートレス。そんなものは一部の意見を拡大解釈しているだけだ。セカ、世界を変えることもあるんですよ。セカ、今の時代ネットは世界の全て。セカが、みんなが、あんたの死を望んでいるんですけど。カルバリスパッチ。虚言に踊らされる空物が世界を語るんじゃない。ほとばしアームドブルー。巨源に染まる天皇を打ち砕け。よっ。からのチェンジ。よっ。ほい。こっちも。これならどうした。よっ。狙い撃ち。おとなしアームドブルーエクスカリバー。無理得ないんですけど。ね、これ以上誰にも利用されないためにも。規模のセブンス。ゆっくり休んでいる暇もないか。 GV 行くんですね。ああ、行ってくるよ。オーカ、この声、この下からか。彼女はルセットに必要な駒だ。
返すわけにはいかない。ミチルを駒だと。いやいや、落ち着けアスローク。あんたもスライ、うちのクルーがいるのやつで。心配すんな、お前のシスは手帳に持って直す。なぜならそれがラブ&ピース。これがエデンのタイトなマインド。何を言っているかわからんが、実力行使でミチルは返してもらう。なんだこいつは。悲しいなら引かせてもらうぜ。ミラーピースを渡すんだアキュラ。ふざつがい、もしあんたのピープスかい。仲間かと問いたいのか。答えはノーだ。だが足止めにはなってもらうぞアキュラ。だそうだぜニュージャック。やつに代わってあんたがこのガウリをエスコートしてくれんのかい。僕だって彼の仲間というわけじゃないけど、お前たちの暴挙見過ごすわけにはいかない。ピンプな見かけでジギーなリリークかましてくれるぜ。12時までに時間はアンガー。どうやらあんたがアンガー。ド派手に果てな強引なダンス。ワナビーどもに味方する。お前の思想理解不能。リズムを刻む俺のライン、リズムで刻むお前のプライン。確かに僕には背を引くんだけど、お前に刻まれてやる筋合いはない。よっしゃい。あいつの言ってること分かる。なんとなく時代は戦後、お前は人口。エデンが目指す俺らの天候。この世界を地獄にしているのはお前たちだ。お前たちの先民思想で天国なんか楽園なんか作れやしない。カルバニスパッチ。ワナビードームはエアヘルプだ。ダクナウサこっちからヘルプ。世を嘆くくだらないパフォーマンスを一人でやっている。無関係な人々を巻き込み苦しめる。エデンは間違っている。お前は踊っているんじゃない。エデンの言葉に踊らされる哀れな道具だ。ほとばしれ。アップユアーズポエトリースラーム。アルドブル道家の前に終わり告げる。暗夜咲く雷鐘を打ち鳴らせ。カルバニスパッチ。おブレイキン。よーよー、ブレイキン。おー、ブレイキン。よー、スワッカイ。おー、ブレイキン。スワッカイ。スワッカイ。おとばし。アブドブルー、エクスカリバー。魔法が解ける。アキラが追っていた能力者は反応なし。もうこの付近にはいないみたいだね。 GV 一度こっちに戻ってきてもらえる。知り合いから耳寄り情報が入ったんだ。了解、帰還する。おかえりなさい GV。 シオさん、あなたたちが無事で本当によかった。ただいま、オーカ。心配してくれてありがとう。いいえ、何でもありませんよ。ただいま、オーカ。はい、GV もお帰りなさい。オーカがいるだけでなんだか和むね。決戦前、シャオ、耳寄り情報って言っていたけど、実は調査の結果ついに分かったんだ。なんだって。場所はタシケント。そこにエデンの本拠地。何を企んでいるのか、
エデンは今全ての光線をベラデンに引き上げているようなんだ。その帰還経路と時間を稼ぐため、残りのミラーピースを持った能力者もきっとベラデンに集まっているはずだ。遠いな。そんなところまでどうやって？現地まで僕の知り合いに送ってもらえるよう。それで急ではあるんだけど、今から出発してもらえないかな。奴らが何か企んでいる以上、一刻も早くこっちも行動しなきゃならない。いつもせかして GV には本当に申し訳ないけど。構わないよ。僕だってシアンを早く元の姿に戻してあげたいから。 GV ありがとう。シアンさんたら、先ほどからお礼を言ってばっかりですね。何よ、いいじゃない。別にオーカは GV の無事でも祈ってて。はい、私は何もしてあげられませんが、この家でお二人の無事を祈っています。シアンさん、どうか GV を守ってあげてください。任せて、それが私の願いだもん。進もう GV。 ああ、また行ってくるよ、オーカ。 GV、 シアンさん、どうかご無事で。やあ、いらっ。